勅使河原宏は、日本の芸術家。宗月流三代目家元。映画、生け花、陶芸、舞台美術、オペラなど様々な分野で活躍した。妻は、女優の小林敏子。ATG 初の日本映画の監督であり、安部公房原作の作品群では、ドキュメンタリータッチを基本にした、シュールレアリズムあふれる映像美で世界的にも評価された。生け花宗月流の創始者、勅使河原宗風の長男として、東京で生まれる。同地の私立行政中学校を経て、1944年、東京美術学校の日本画学科に入学。3年後の1947年に、洋画科に移る。在学中からパブロ・ピカソや岡本太郎などの前衛芸術に傾倒し、安部公房や関根弘らによる前衛芸術の会、正規に参加。また、在学中に日本共産党に近づき、1951年の後、全共以降の武力闘争路線の下で、山村工作隊に参加した。勅使河原は当時東京都小河内村に建設中だった小河内ダムの破壊工作を目指した小河内工作隊に配属された。工作隊のメンバーには、後の共産党国会議員、塚根祐金や映画監督の土本典明などがいた。東京芸大の学生だった勅使河原の任務は、奥多摩地域の農民向けに発行されたガリ版新聞に版画をすり入れることであった。卒業後の1953年、友人から美術映画、北斎の企画を持ち込まれ、1955年に同作を監督したことから映画界に進出。亀井文夫の記録映画、砂川や生きていてよかった、世界は恐怖するなどの制作に協力したのを経て、木下圭介に師事した。後に、松山善三、埴進、草壁久四郎、小木正弘ら同世代の映画人とシネマ57を結成。1958年に集団実験映画東京1958を制作した。翌1959年に父宗風に従って渡米。その際、16ミリカメラを持参し、旅行先で知り合ったプエルトリコ系のプロボクサーホゼ・トレスのトレーニングから試合までの様子。同年に短編ドキュメンタリー、ホゼ・トレスとして発表した。この間、アートシアター運動の中心人物として、その組織化に尽力した。1962年、安部公房脚本のテレビドラマを映画化した自身初の長編劇映画、落とし穴を監督。これが ATG 初の日本映画となった。同作は、第15回カンヌ国際映画祭の批評家週間部門に出品された。1964年には勅使河原プロを設立。同年、再び安部と組み、砂の穴に閉じ込められた女と男を通じて人間の本質を描いた野心作、砂の女を映画化。第15回ブルーリボン賞と第19回毎日映画コンクールの作品賞、監督賞、第38回キネマ旬報ベスト10第1位を獲得。国外でもカンヌ国際映画祭審査員特別賞、サンフランシスコ映画祭銀賞を受賞し、アカデミー賞では監督賞と外国語映画賞にノミネートされた。国内外で絶賛された同作は、自他ともに認める生涯最高の代表作となった。以降も、安部と組んだ他人の顔や燃え尽きた地図などが国際的に高く評価された。また、1968年にはアカデミー賞の審査員を日本人として初めて務めた。1970年9月4日、家族、友人を車に乗せ東名高速道路を走行中、海老名サービスエリア付近で小型ダンプカーと衝突。重傷を負った。1972年のサマーソルジャー以降は映画を離れ、福井県宮崎村の宗月逃亡で、越前焼の作陶に打ち込んだ。1979年に父が翌1980年には二代目家元を継いだ妹の霞が相次いで死去し、同年に宗月流三代目家元を継承。1984年にはスペインの建築家アントニ・ガウディを題材としたドキュメンタリー映画アントニー・ガウディで映画界に復帰。1985年、フランス芸術文化勲章を受賞。1987年からは、草月シネマパークを再開した。1989年には、久々の劇映画となる、野上弥生子原作の利休を発表。モントリオール世界映画祭芸術貢献賞、ベルリン国際映画祭フォーラム連盟賞、芸術編賞文部大臣賞を受賞した。1992年には、藤正治原作の郷姫を監督した。同作では、セットの生け花も自作している。同年、紫綬褒章を受賞。2001年4月14日逝去。享年74。華道家としては、ソウル、ミラノ、ニューヨークといった世界各地で竹を使った個展を開催。その規模の大きさに加え、自由で独創的な表現方法が注目された。国内での活動も目覚ましく、丸亀市、猪熊源一郎現代美術館や広島市現代美術館など全国各地で個展を開催。また、1990年代からは複数人で行う生け花、蓮花を提唱。この新しい表現方法は、従来の華道の枠を超えた芸術として見る人を驚かせた。1993年にはパリ日本文化祭での大茶会をプロデュースした。後進に狩屋崎省吾などがいる。死去後、次女の勅使河原茜が草月流四代目家元となった。また、舞台美術の創作にも精力的に取り組み、オペラ、トゥーランドットを手始めとして、スサノオ、スローカ、スサノオ遺伝を手掛ける。勅使河原が生涯こだわり続けた花材である竹で構成した舞台美術と演出は各地で多大な評価を受けた。その他にも陶芸、書においてもオリジナリティあふれる才能を発揮。名優であった陶芸家、大樋長左衛門の依頼を受け、石川県金沢市の大樋美術館庭園設計にも携わった。1991年竣工の石川県山中温泉のあやとり橋のデザインを担当。ありがとうございます。